ほい、ということで今回はこの猫が隠れて出てこないというゲームをやっていきたいと思います。ほい、スタート。なんかめっちゃ A ゆるいよね。はい、それじゃあ1。これはここのページだけ？これが多分タイトルに戻るってことよね、一番下の矢印。ってことは20まであるってことか。はい、じゃあやっていきます。 How to play。 部屋の中に隠れた猫を探そう。気になるところをタップしよう。ま、いつもの脱出ゲームと同じ要領。アイテムを使いたい場所までドラッグ&ドロップ。めっちゃなんか闇が深いけど。タンスも、待って、ここにおりやん、猫。はーい。クリアー。はいや。ま、最初はそんなもん。え、これや、これ。え、これなんやけど。どうやってゲットしたらいいの？あ、猫じゃらしで、おびき寄せる。はい、来たー。かわいい。いいね。これなんか降りそう。もうなんかゲットしたよ。なにこれ？カーテン？カーテンつけとったやつかな。お、これはこの中に猫おるってことやない？え、なに？これでもう大丈夫？ネズミ捕りの罠が。出てきた、出てきた。え、てかなに？壁の中にいるの、猫。ネズミを追いかけて入っていったんかな。にしても壁の穴でかすぎ。え、待って、そこの気球のところにおるけど。割る。あー、猫が危ない。ちゃんと下でキャッチしてあげてよ。え、これ。あ、そんなドリフみたいなことあります？猫もなんかめっちゃ見よるし。これは、ハサミとかがいるのかな？え？あ、一段ずつしか開けれんのこれ。あ、ちょっとその高枝切りバサミを。こんな遠くから切る必要なくない？普通。え？猫の上に落ちたよね今の。確実に。いや、猫潰しましたけど。なにこれ、なにこれ、なにこれ。何で接着されたん？怖。とりあえず、ハサミ。でも、これ壁。なんかさ、壁にひび入ったのめっちゃ気になるんやけど。とりあえずここ開ける？あ、これで壊す。なんで？なんで壁の中、そんな微笑み浮かべておられてもね。どうやって入った？どういう状態これ。これでそのまま押したらなんか危険じゃない？これで、お、開いた開いた。あー！え？え、でも猫と一緒に捕まったけん、それはそれで。それはそれで。なんか動かせたけど。特に関係はない感じ。二ついるとかかな。あ、こっちやったら、とりあえず転がらんけん、これで。いける。オッケー。なるほどね。これはなんか、虹が出てるよ、虹が。関係ないんかな。え、これはもう普通にここを出していくだけ？え、おらん。おらんぞ。え、おらんねえけど、どういうこと？え、マジでどういうこと？あ、この順番ってこと？赤、黄色、青の順番に置くってこと？この赤、黄色、青。なるほど。これで？何その秘密の隠し部屋。白猫危機一発。はい。ブス。あ、こんなとこにも剣あるやん。はい。ブス。あと、あ、これも剣。え、なんかめっちゃ傾きよる。お。いいぞ、いいぞ。これだけかな。あ、ある。ここにもあるわ。はい、それじゃあ。これさ、私が刺そうとしたとこと全然違うとこ入ってくんやけど。これ刺す順番でどこに入っていくかとかもう普通に決まっとんやねん。ほら。全然違うとこ行くもん。ってこ
これ最後の1個で多分出てくるんやろ。え、え、おー、びっくりしたー。そんな高さから落ちてきて大丈夫？猫は無事なの。え、なんか家の中に川流れ出したんやけど、なんかそのうちあれやないん、これ、桃流れてこん。これ洗濯しておばあちゃん。あ、桃流れてきたよ。ほら、おばあちゃんどこ行った？おばあちゃんどこ行った？おらんくなったけど。何、桃流れてきた途端におらんなったん。え、これはなんか時計のデカさがめっちゃでかくなったんやけど。パスワード？え、あ、これ時間ってことかな、この。え、10時半。あれ、あ、こうか。オッケー。何をお探しですか？これあれやろ。こうやろ。注文する。アマゾンやし。あ、届いた届いた。来たよ。来たよ。何、どこから送られてきたこの子。あ、これは危険なやつじゃない多分。バット。バットでなんかできるの？雲や。じゃ、雲。そういう、キントーンですか？何このドラゴン？え、何これ ?5 分の0って何？え？じゃあ私これに関してはあれや、元ネタがわからんけど、多分アプリでこういうのがあるんじゃないかな、なんか集めるやつ。はい。で、2、3で、これで4で、水をあげてこの中から、はい、出た。はい、5個。これで、え、そこ開くの？この中からスーパーレア来たー。かわいい。待って、どこ？なんかあれやん。猫様あがめられとんやけど。この中から本物を探せと。めっちゃ難しくない？いや、しかし、飼い猫への愛さえあれば、見つけられるはず。これ本当にいます、この中に。え、これ本当にこの中おる？おらんくない？え、おらんやろ。え？おらんよね。え、おらんって。でも全部見たよ、私。え、おらん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 。ほら、おらんって。耳が隠れとるやつ。え、なに？めっちゃ泣くやん。怖い、怖いよ、なんか。え、なんかめっちゃ怖いんやけど。え、待って、どこにいるの？こう、順番にタップして、タップして、タップして、めっちゃ泣くんですけど。怖い。猫たちめっちゃ泣く。え、マジでおらんやん。え、え、おらん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 。え、マジでおらんけん。え、マジでおらんやん。え、全部タップしたよ。一匹一匹ではないけど。え？何？これ普通の？あの、え？え？普通に？普通に探しておるん？これ。なんかあるんやない？秘密みたいなのが。どこ？ここをアップしても別におらんね。なんか、ああいうのの中にある時もあるやんか。いや、ないね。え？何？どれ？え？な、おらんって。おらんって、ちょっと。え？いや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 、こう一匹ずつ見ていくよ。一匹ずつちゃんと見ていくよ。いませんけど。え、いませんけど。これか？おったー！普通におった！あー。もう永遠に見つからんのじゃないかと思ったよ。なんかちょっとリアルじゃないこれ。なんでこの草原鏡やって。
望遠鏡、望遠鏡じゃない、双眼鏡。そんなリアルなの。これを見ると目がやられる。良い子は真似したらいかんよ。どっから出てきた猫。これはん、え、なんだこれで、一体どこを見るんだ。なんか何かをよく観察する。なんだなんだなんだ、え、全くわからんねえけど。え、だって他に何かできることが何もないんやけど。あ、太陽が、太陽どんどん消えていきよる。なるほど、時間経過が必要なわけやね、これは。なるほど。で、もう太陽が沈んでしまった後、沈んだ後なんか、太陽が別の方向に行った後なんかわからんけど、その時にここで双眼鏡を使うわけだ。なるほど。もうこれそろそろいけたんじゃない？はい、いける。はっ、猫。空飛ぶ鳥の上に、何これ、何の事件現場。何があった。魔法陣のように見えなくもないけど、これは何これ、え、これ何、なんか、お、何これ、チョーク。あ、やっぱり魔法陣なんや。白い方でかっ、お、猫。あ、よかった。よし、オッケー。うー、召喚。お、ミリオネア、クイズミリオネア、1たす1は、1たす1は、はい、どういうこと、え、どういうこと、ないよ。おい。おい、何、普通に司会してるにゃんこを取ればよかったの。クイズ関係ねー。何この7って。お、なんかいっぱい数字がある。ヒント、これ向こう側にも多分数字があるんや。変態やん、ただの。ああ、やばい。この数字を入力するってことか。あ、丸、四角、三角、四角。ってことは、丸は 6? あ、6727や。わかった、わかった。待って。6727。オッケー。いたー。どうやって自分で鍵を閉めて入ったんだ。え、なに、犬になったよ。犬になったよ。あ、なるほど。飛び出す絵本。うんうんうん。なに、怖っ。え、え、なに、意味がわからない。逆？こっちに行けば。いたー。へえ、なんか急激に変なの出てきたし。これはこっちにも、ね、コーラの蓋あるんやけど。こんなものでお店の人を騙そうとしてはいけない。あとはなんもないんかな。よし、じゃあ行きます。そこだー。あー、あとちょっと。よし、このあと一回でいけるね。こんだけしっかりつかめるクレーンやったら大丈夫やろ。それもう落ちとるやろ。いや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 、そんなとこに引っかかるとこある？これ、めっちゃ不正やけど。あー、ですよねー。ですよねー。そう、使えるのかと思ったで。じゃあやっぱりこの2つと、え、あとなんだ、どこだ、ここを開けたまんまにしといたらなんか時間経過で何かしらあるとか、そんなことはないのか。これをどこかで使う、外に投げるとかできんか。あ、揺らす、揺らしたら落ちる、そういうこと。
良い子はそんなことしたらいかんよ。だってあんだけしか引っかかってなかったら揺らしたら落ちるよね。かっこいい。てか普通に考えたら揺らさなくてもこれ絶対落ちると思うんやけど。あ、壊れた。壊れたよ。え、ダメなの？最初に揺らしすぎたとかそういうこと？きっとそういうことよね。多分もうちょっとゆっくり叩いたらゆっくり、あと回数少なく叩いたら大丈夫なはず。よし、来い。やろ。はい、来たー。よーし、やったね。この子は生きてるのか。どうなんだ。コングラチュレーションズ。めっちゃ遊びよる。超親バカな飼い主さんなわけやね。サンキューフォープレイング。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、なんか20面めっちゃあっという間やったんやけど。いや、可愛いし、面白いし、なんかこの常に微笑みを浮かべとる感じいいね。